はい、今回はですねトークセッション撮っていきたいと思います。オリンピックを決めたちっちゃい頃からね知っている選手がちょっとハワイ入りしていたので、インタビューなどもしていこうかなというふうに思っております。ちょっと今日天気悪くて残念ながら晴れじゃないんですけども、まあ、かなりね面白い話聞けると思うんで、ぜひ最後まで見ていただけたらいいなというふうに思っております。ちょっと雨降ってきたらちょっとまた場所も変えていかなきゃいけないと思うんですけども、ちょっと道を歩きながらいろいろ聞いていけたらいいなというふうに思っております。はい、というわけでゲストが到着したのでちょっと紹介していきたいと思います。稲葉レオさんです。お願いします。久々っすね登場。だいぶ久しぶりっすね。だいぶ成績出しましたね。おめでとうございます。 ありがとうございます。これがアップされる頃にはオリンピックの日本代表としてね決まってると思うんで、すごいっすね。去年めちゃくちゃ頑張りました。そうっすね、頑張りました今年の本戦のね活躍も期待しているんで、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。で今日はちょっといろいろ聞いていきたいことがあるんで、ちょっと天気やばいですけど、ちょっと歩きながらいろいろ聞いていってもいいですか。はい、はい、というわけでよろしくお願いします。お願いします。じゃあレオさん、はい、ちょっといろいろ聞いていってもいいですか。はい、はい、ちょっと歩きながらになっちゃうんですけども、今レオさんいくつですか。あ、年ですか。はい、もう年齢からちょっとまあ、 軽いのから26で。26でもまあ3月で27歳です。あ、そうですね、はい、これがアップされる頃まだ26かな。そうですね、はい、今年ハワイについてちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、今年でノースショアって何年目になるんですか。何年目だろう。一番最初に来たのは、はい、もう11歳だったんで。あ、そうなんですね。もう15年。15年前だ。じゃあもうシーズン15年目になるんだね。そうですね、結構長いっすね。だいぶ長いっすね。通ってますね、はい、最初来た時とかってなんかお世話になった人とかどこに泊まったりとか。最初は結構家族で来たりもしてたんですけど、本当一人で初めてハワイにっていうのがその11歳の時で、はいはい、でその時はあのサーフボードのシェーパーのところの家に、スポンサーでもある、はい、ウェイド所さんのお家お世話になりました。朝が早いって聞いてたんですけど、毎日4時起きみたいな感じだったっすねCT 選手の板もたくさん削ったりとかしてたみたいですけど、こうボードを置きに行ったりとか。あ、そうです。ボードをデリバリーしたりデリバリーしたりとか。でも朝から仕事もしてたし、結構忙しかったんで。ルーティン的には朝4時ぐらい起きて。朝4時に起きて、まあところは多分2時ぐらいに起きてパソコンやってみたいな、はい、で4時ぐらいに海行って、で朝もう8時ぐらいには上がって帰ってまたシェーピングみたいな。なるほど。じゃあそれに一緒にくっついてやってたから。そうですね、まあ、ハワイの友達も増えたりとか。いや本当そうですね。 GT 選手とかも知れたりとかでも本当初めて来た時は英語わかんなかったから。あ、そっか。超きつかったきつかった孤独な感じ。最初の1週間は帰りたいみたいな。2週間の予定だったんですけど、うんうん、2週間経った頃には、うん、もう伸ばそうみたいになって結局2ヶ月ぐらい来てました。そういうのもあって英語も結構覚えたりとか。そうですね。なるほど。ちょっと話聞きながらですけど、今ちょっとサンセットをチェックしにね、はい、来たんですけど今日ダメですね。やばいっすねでも結構でかいっすね。さすがにこれは入んないですか。さすがにちょっとこの風じゃ温床はすもんね。ぐちゃぐちゃっすね。風合わないとやっぱノーショア結構きついっすね。きついっすね。危険な感じっすね。危険っすね。ストレート温床っすね。めっちゃ温床になってる。結構危なそうな感じっすね。ここでインタビューもちょっと危険なんで。風もビュービュー風もビュービューなんでちょっと場所変えましょうか。はい、じゃあレオさん、はい、続きまして去年、まあ、ISA試合出たりとか、はい、QS 回ったりとかもしてたと思うんですけど、はい、どんな1年だったか教えてもらえますか。2023年、はい、どんな1年だったかを。新しい1年でした、ね、新しい1年。今まではもう本当、うん、最初から最後までずっと QS 回り続けてみたいな感じだったんですけど、はい、去年はもうそのジャパンオープンから始まって、はい、ISA っていう感じ、うんうんうん、そうだ、ジャパンオープン優勝したことによってそうですね、ISA に出れた、はいはい、そこからオリンピックみたいな感じで、うんうん、なってって、まあ、オリンピック決まりそうとかもあって、うんうん、QS とかも、まあ、徐々に
今までよりは回るのが少なくなって、はいはい、アジアリージョンの試合は3戦ぐらい出たもん、うんうんうん、って感じでしたね、うん、で QS はあんまり結果出なかったっすか。そうっすね、ちょっと思うようにいかなくて、思うようにいかなくて、はい、まあ、今まででは一番 QS としては良くない年でした、ね、うんうん、なるほどね。その分 ISA でね、ちょっと違う方向で、そうですね、結果がコミットしてね、出せたと思うんで、はいはい、よかったっすね。いや、本当あれに助けられたっすね。助けられた。一番でも、日本人からしてもだと思うし、世界的にも、一番欲しい成果が出たんじゃないですか、ね。そうですね。こっち行ってみますか。まあ、よかったっすね。よかったっすね。まあ、今までそれを目指してたわけじゃないんで、うんうんうん、こういきなりポンポンってなって、まあ、ボーナスじゃないけど、はい、それはやっぱ今まで世界回ってとかいうのがやっとこう形になったのかな、うんうん、なるほど。いや、よかったっすね。よかったです。じゃあレオさん、今年の2024年の、はい、レオさんのスケジュールをちょっと教えてもらいたいんですけど、どんな感じかなっていう、まあ、今このハワイいて終わったらすぐに、はい、あの ISA が2月にプエルトリコであって、はい、そうですね、そこでゼッケンを、そうですね、出れば確定するんで、はい、まあ多分もう順調にいけばね、決まってることだと思うんですけど、はい、そこからオリンピックが7月の末になるんで、うんうんうん、とりあえずそこまではハワイ来たりタヒチ行ったり、うん、ちょっとタヒチに向けてフォーカスしていくんですね、はい、調整して、オリンピックまでにタヒチチョープっていうところでやると思うんですけど、はい、どんぐらい練習行くんですか。チームでの強化合宿みたいな、うん、ああそっか、それがあるんだ。あるんですけど、まあ、それと別で個人でも3月4月とか、そうなんだ、行きたいなと思って。いや、すっごい金かかるよねタヒチ。やばいですね。僕も行ったことあるんですけど、まあ、軽く100万ぐらいね。本当に船とかも全部入れたら本当高いんで大変っすけど。結構大変ですね。でも行かなきゃいけない。そうですね、やっぱメダル取ったらね、それで人生変わるかもしれないし ね、まあ、そこは投資ですね。なるほど、わかりました。レオさんはハワイ15年来たり、チョープに練習行ったりとか、はい、でかい波も結構やってると思うんですけど、はい、大きい波は得意ですか、好きですか。いやー、好き好きではないかもしれない。好きではないですか。やっぱ怖いっすよね。でもまあ実際入ったらもうやろうとはなりますけど、やっぱ常に怖いっすよね。通ってきてる中で最初はやっぱ怖い、大きい波ってこう行けないじゃないですか、はい、怖いと思うんですけど、行けるようになったきっかけとかってあるんですか。その例えばハワイでも、はい、パイプラインでも3フィート、4フィート、まあ、8フィート、10フィートっていろんなサイズあると思うんですけど、ああそれが入れるようになったきっかけとか。もうやることっすよね。経験を積む。本当に怖いけど、うん、もう入ってやっぱ挑戦するじゃないけど、やってるとだんだん目も慣れてきてとか、慣れが大事だから、本当時間をかけることが大事ですね。なんかアドバイスもらったりとか、そういうこともあったんですか。なんか有名な人にもらったりとか、友達で誰かがこうした方がいいとか、なんかあったりします。あっただろうけど忘れちゃいました。忘れちゃいました。まあ、みんないろいろ言うのはもう時間を費やせみたいな。あ、その大きい波に、はい、うん、それが大切ってことなんですね。大切ですね。なるほど。じゃあレオさん、タヒチについてちょっとお話、はい、パリオリンピックの試合会場のタヒチのチョープっていうポイントについて聞きたいんですけど、はい、そこのポイントは何回ぐらい行ったことあるんですか。チョープは15、6ぐらいの時に1回行ってて、はい、で去年2回行ったんで、はいはい、3回です。3回、はい、やっぱそこのポイントは大きい波が結構定評があると思うんですけど、はい、どんな感じの波なんですか。車が入っちゃうぐらいの。これとか入っちゃいます。これ全然入っちゃいます。入っちゃいます。チューブの中に入っちゃう。チューブの中に。あ、っていうぐらい穴の大きいチューブっていう感じです、うん、そんぐらいでかいチューブになる、はい、まあ、僕も2回ぐらい行ったことあるんですけど、チューブに巻かれる時も他のポイントと違ってすごく長く感じるというか。あ、確かに。こけたと思ってもなんかまだ巻かれてないみたいな。あ、それありますね。
この巻き上げるスピードが速いからか、面がこう硬くなるっていう表現が難しいですけど、それでやっぱ波の上を滑ってっちゃうみたいな、こまだ水の中に入れないみたいな、なんか硬い感じですかね、はい、なるほど、そういう意味もあって結構スリリングな波というか、スリリングですね。でも乗れたらすごいスペシャルな波、そうですよね。でもやっぱ波自体はパーフェクトだから、うん、乗れたら本当すごい波ですね。なるほど、またこの車です、ま、車じゃあレオさん、今レオさんプロ活動してると思うんですけど、はい、スポンサーとかどんぐらいついてるんですか。スポンサー今で言うと11社ぐらい、11社ぐらいついてもらってますね。オリンピックが決まってついたスポンサーとかもあるんですか。オリンピックが決まってからは一つ増えてっていう感じです、うん、どうなんですか金銭事情的には。やっぱりサシチ行ったりとか、うん、海外もあるのすごいお金かかるんで、うん、もちろんハワイも今ドルが高かったりとか、やばいっすよね、大変なんで、えぐいっすよね、そこはやっぱり大変ではありますけど、うん、でもまあ今ついてもらってるスポンサーはもう本当その人たちのおかげで試合も海外も回れてるなって、うん、なるほど、感謝です。メインスポンサーは今来てるガッチャさんがメインスポンサーみたいな感じですよね、はい、プロサーファーね、そのスポンサーありきだと思うし、ね、やっぱ応援してくれる人はありがたいですよね。本当にもうその人たちのおかげでしか生活もできないし、そうだよね、それをねモチベーションにね、多分そのタシの試合だったりとかもね頑張れると思うしね。じゃあまだスポンサー募集とかもしてるんですか。もちろん募集中ですね、うん、ああそうなんですね。やっぱこれからタヒチ行くとかなって船借りたりとか、うん、やっぱそういうお金があることによってよりいい環境で練習とかもできるんで、うんうんうん、まあ、そこは本当にお願いしますって感じです。なるほど、じゃあまあレオさんにあの興味ある方ぜひ。レオさんは事務所とか入ってないの。入ってないですね、もう全部個人でやってる。じゃあインスタとかでメッセージとかですかね、はい、そうです、はい、じゃあ皆さんぜひ、あの余裕ある方ぜひお願いします。レオさん、今回 ISA のエルサルバドル、プエルトで行われる試合あると思うんですけど、そこを2月23日から試合行われると思うんですけど、はい、今回日本のメンバー男子3名、2人現役の CT 選手 で、はい、でレオさん1人と、あと女の子も日本のトップ選手たちがいると思うんですけど、実際みんな仲いいんですか。おこれは僕の勝手な質問ね。あ、どうすかね、はい、レオさんは仲いいんですか。俺はまあ他の人はちょっと分かんないから、ね、みんな普通に話しますけど、コナーとかカノアは普通に会えば喋るけど、今までそんなこうがっつり一緒に、うん、あ、接したことないんだ。接することはそこまでないんで、やっぱ試合とかでは喋るけど、うんうんうん、一緒に生活したりとかはないんで、うんうん、楽しみですね。それは、まあ、また新しい環境って感じですよね、うん、もう現役の CT 選手だから学べることっていうか、そうですね、こともたくさんありそうですね。それはでかいと思います。じゃあなるほど、じゃあ次の質問で、はい、オリンピックが内定でされて、はい、なんかレオさんそこからやってることとかってあります、それに向けて。やっぱり波が結構でかいから、うん、まあ、こうやってハワイ来てトレーニングしたり、うん、まあ、ハワイの波で慣れといたり、うん、あとやっぱ板の調整とかも一番大事だし、うん、あとは泳いだりとか、うん、プールで泳いだりトレーニングみたいな、心肺機能を高めるみたいな、ね、やっぱそこでの自信も結構あるじゃないですか、うん、ビッグウェーブってメンタル的にってことですか。やっぱ耐えれるみたいな、うん、だからなんかそういうのは意味あるかは分かんないけど、まあ、やっとくことによってやっぱ自分の中での意味になるから、うそういうのはやったり。そういうのって自分でやらないといけないですか。例えば QS とか他のサーフィンの試合回ってる時は自分でやんなきゃいけないと思うんですけど、オリンピックとかなんか決まったら特別にやってくれたりすることとかってあるんですか。あ、確かに前、うん、聞いたのは、うん、あのオリンピック選手たちの味の素センターみたいなとこでトレーニング受けたりとかしてる選手も多分いますけど、うん、あんまそっちはいかない、まあ、話が来ないっすね。話が来ない、おかしいな。とりあえず独自でやれることやって、まあね、今備えてるって感じ、はい、食生活とかはどうしてるんですか。食生活は全然気にしてないっす。気にしてない、まあ、でも一応
サプリとかそういうのはなんか気をつけないといけないんで、うん、ドラッグテストみたいなのがあったりするから、うん、エナジードリンクとかも、ああそっか、ダメなんですけど、うん、じゃあ普段摂取するものとかはやっぱ気をつけないといけない、まあ、一応そこは見ないといけないですけど、でもまあ食べるものとかに関しては基本大丈夫なんで、さっき波でかいから体重あってもいいかなっていう安易な考えで毎日食べまくって酒も毎日飲んで、なるほど、したら今ちょっと体重がやばいっす。そっから試合に向けては絞ったらいいですね。やっぱ思いだけじゃ意味ないんで、うん、トレーニングして、うん、動けるように、動けるように、でもまあ体重はあっていいと思うから、うんうんうん、まあ、今はとりあえずなんか気にせず食べたり飲んだりして、うん、まあ最低限のことに注意を払いながら飲み食いはしているってことですね。はい、なるほど。じゃあレオさん、このオリンピックの話ばっかでちょっと申し訳ないですけど、はい、みんな結構多分それを気にしてる人が多いと思うんで、僕もちょっと気になってるんですけど、なんかこの内定もらって自分の心境の変化と、あと周りの変化とかってありましたか？声かけられたりとか、あ、すること増えた、増えたかもしれないですね。なんか東京駅とか電車待ってる時に声かけてもらったりとか、そういうこともあるんだ。まあでも嬉しいですよね。うん、なるほど。メディアの露出もなんかやっぱ増えてますよね。そうですね、だいぶメディアもいろいろ新聞とかもやってもらえるんで、ね、で目覚ましテレビとかも出たりしましたな、ね、はい、じゃあそういうのも事務所入ってないから自分でやってるんですか？そうですね、全部自分で やりくりし て, りくりして、あの依頼受けてやってるんです、はい、すごいっすね。大変ですまあでも勉強になるからそれはいいんですけど、去年の時に1回連絡した時は自分でこうスポンサー集めもするみたいなことも言ってて、で、ね、はい、できるだけやれることやってて、まあ、ここからやる場所がね、タッチだったりとかしてね、めっちゃ金もかかるし ね、はい、お金もかかるし気持ちも命がけだし、ね、そうですね。だからやっぱちょっとそっちで安心感があるとなるほどね、いろいろバックアップの、ね、バックアップが大事にはなります。そういう場所は一人で行くんですか？スポンサーとか、スポンサーの人と行ったり、なんかバディ一緒に行ったりとか、そういうのも考えてるんですか？アタヒチにですか？うん、アタヒチとかそういう場所は。でもまあ誰かバディは欲しいですね。うん、チューブが得意な人だったりとか。そうですね、まあ、いろいろ誘ってみようかなと。あ、じゃあまだこの時点では。そうですね、決まってはない。決まってないですね。僕も行きたいです。ぜひお金ないですか？誰か誰か、そうだね、行きたいですね。レオさんのお家もサーフショップやってますよね？やってますね。ディープサーフ、はい、一宮にあると思うんですけど、あれお店って営業日っていつなんですか？俺いつも行こうとするんだけど、やってない時もあったりするから、うん、なんか波良くない時は閉めちゃう時そういうことなんだね。基本月曜定休日で、ああそうなんだ。それ以外はやってます。なるほど。週末とかはすごい賑わってるよね。そうですね、お客さんいっぱいいるもん。はい。レオさんもスクールやったりとかしてんの？スクール、まあ最近はちょっとできないですけど、うん、まあ、ちょっと前はたまにやったりとか、夏やったりとかしてたんですね、はい、いやもうレオさんのお店でなんかワックス買い行こうとすると、いつも多分俺月曜日なのかな行くのが、だからやってない時が多かったんでそれ知れてよかった、はい、ぜひレオさんもたまに店番してる？あ、でもたま店番までは行かないですけど、レジ打てないんで俺もレジ打てない。俺あの消費税を入れ忘れちゃう時あるから、あ、それラッキーかもしれない。それラッキーすぎますね。あ、レオさんお店にいる時もあるってことですね。でも結構店にはいます、ね、わかりました。じゃあレオさん、ちょっと長々と散歩ありがとうございました。ありがとうございます。で最後にタヒチに向けた意気込みだったりとか、まあ、練習もまだまだもちろんあるし時間はあると思うんですけど、オリンピックに向けた意気込みなどもちょっと喋っていただけると嬉しいのでお願いします。やっぱり意気込みは本当金メダル取りに行くっていうのが一番で、はい、お願いします。オリンピックで金メダルはすごい人生変わると思うし、うん、それももちろんやっぱ一番のあれなんですけど、もう一つなんか自分の中ではタヒチだしすごい波じゃないですか、うん、そこで試合するっていう環境も、うん、ほんと CT 以外じゃないし、うんうんうん、スペシャルだよね。スペシャル、ほんと2人とか3人であの波をできるっていう中で、一生記憶に残るような一本乗りたいっすよ、ね、うんうんうん、なんかパイプとかでも、まあ、何年か前のケイト君とかって、うん、俺やばいみたいな、
でもそのチャンスがあるから、はい、この一本決めたいっす。なるほど、まあ、記憶に残るような一本決めつつ、はい、まあ、メダルに向かって行ってくれるということですね。わかりました、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、というわけで今回は稲葉レオさんのトークセッション撮らせていただきました。天気悪かったんですけども、なんとか雨も降らずに散歩しながら撮影することができました。僕がね、聞きたいことであったりとか、そのレオさんの意気込みであったり、あとはスポンサー事情などもね、たくさん聞けたので、まあ、ぜひあのレオさん、これからもね、自分に投資して頑張っていくみたいなので、応援してくれる方がいましたら直接連絡などしていただけると嬉しいので、よろしくお願いします。タヒチ編もね、レオさんと組んでもしかしたらあるのかないのかちょっと分かんないんですけども、そちら支援してくれる方いたらぜひ僕も行きたいんでお願いします。というわけでまた違うセッションアップしていこうと思うんで、まあ、レオさんとはまだサーミンセッションちょっとしかね撮れてないんで、そちらの方もね撮っていきたいなと思ってるんで、そちらのアップの方も楽しみにしておいてください。ありがとうございました。はい、というわけでレオさんありがとうございました。ありがとうございました。意外と雨平気でしたね。そうですね、なんとか、まあ、ちょっとこの今温床でね、良くないこの時間帯というか日にこうやって撮影させてもらったんですけど、まあ、次回はちょっと今車に入ってるボードを使ってサーフィンセッションもね、そうですね、撮っていけたらいいなと思ってるんですけど、お願いします。今回板そこに何本ぐらいなんですか。今もう5本5本ぐらい、5本ぐらいです。もう全部とりあえずいつでも行けるように。なるほど、入れっぱなしです。もう短いのからパイプの、そうですね、長い時までもう行けるようにみたいな感じですか、はい、なるほど。じゃあもうレオさんいつでもレディーなんですね。レディーっすね、はい、なるほど。ハワイアンスタイルの車で、ハワイアンスタイルですね。これでうまく一人で行動してるんですね。そうっすね、なるほど、わかりました。じゃあちょっとまた次回、はい、サーミンセッションよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。